はい、これはね、実はね、スターバックスのね、友達が昨日、インジョンさんがね、買ってきてくれたね。いいでしょ、これ。飲むやつね、ソウル、コリアね。お土産、こう韓国から飲み、あれ、これは何？いろいろあります。この人もお土産。はい。韓国から、あの、お土産として来た。りょうくんです。よろしくお願いします。はい。はい、石川です。始まります。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日お土産ということで、韓国行ってなんかいろいろ買ってきて、これ韓国人のね、友達買ってきてくれたんですけどね。いいですね。そうですね、なんかそういう韓国に行った時、はい、みんな悩むでしょ、はい、まあ、最近本当に韓国旅行行った人が多いから、はい、じゃあ韓国に行った時に何をお土産すればいいか、これも実は生徒さんね、お土産韓国旅行行って買ってきてくれたお土産ってそう、僕のお土産いっぱいあるんですこれでね、この間スープ作って美味しかった。そうそうそう、うん、そういう感じで、なんかいろんなね、はい、お土産が韓国で、はい、あるんですけど、今もう、はい、だんだんもう海苔とかも飽きたでしょ、みんな海苔、まあまあまあ定番ですけどね、まあ、日本でもまあ買えるし、そうそうそう、これはでも嬉しい、本当に嬉しい、これは、うん、本当にそのスターバックスで、うん、店ってないけど、まあ、韓国限定、うん、韓国限定品とかは多分いいと思いますね。そうですね、あとはこれは韓国式、これもあんまりないですね、日本でも売ってるんだけど、うん、日本は高い、高い、めっちゃ高い、うん、韓国ではちょっと安いんだから、うん、韓国で買った方がいいと思います、うん、それはどこで買うか、まあ、はい、後でね、はい、じゃあそういうお土産で、はい、韓国で名前なんていうの、これはお土産、うん、あ、サンムル、サンムル、で、韓国の日本で考えるサンムルと、うん、韓国でお土産と、はあ、韓国のサンムルとはちょっと違うんですよ。ほう、どう違うんですか。で、サンムルは、うん、ちょっと深くのサンムル、うんうん、これでも本当に嬉しいね、サンムル、サン、うん、ムルなんですけど、違うかな、はいはいはい、サンムルって言うの、はい、サンムル、サンムルですけど、うん、じゃあ韓国でサンムルの基準は結構、うん、まあ気軽くすることはあるんですけど、うん、サンムルっていうのは韓国でちょっと高いんですよ、基本的に。で、日本だと気軽くするために、例えば、まあ、食べ物とか、うん、それやるでしょ、うん、で韓国で食べ物とか、まあ、お土産ってサンムルって思わないんですよ。へえ、サンムルのちゃんとしたプレゼントがサンムルだと思うんですよ、うん、なんか香水とかお酒とか、そうそうそう、だから韓国でなんか昔は海外旅行くときはみんななんかその結構お金持ちとか、うん、まあいっぱいいたから、うん、結構いいものをなんかプレゼントするでしょ、ね、うん、そう、なんか免税だから韓国ではみんななんかその免税店とか行ける、うん、ご飯とかがプレゼントだと思うんですよ。だからみんなでできないでしょ。そうそう、だから大体そのね、まあボールペンとか買ってもそれはあんまりなんか気持ち、まあまあそれはそれなら別にまあもらっていい感じになっちゃう、うん、でも日本だとその気持ちが違うんですよ。そうですね、うん、まあ今逆に高いのもらうと、そう、普段になっちゃう、お返し、そうそうそう、しなきゃいけないとかね、うん、みんな思うから、うん、まあ特に若い人だともう面白グッズとかね、そうそう、うん、だから各にお土産とか海外旅行行って来るとき、うん、お土産とかやんなくなったんですよ、はあはあはあ、逆に普段になっちゃうからね、はい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 、うん、だからそう、それが韓国と文化の違い、本当に、うんうんうん、日本で来たなって面白いのが、日本だといろんな場所でお土産屋さんがいっぱいあるんですよ、お菓子がね、お菓子が主流でしょ、うん、でも韓国だと違うんですよ、うん、これはない。だからお土産さんとかあんまり、あ、そう、で最近はやっぱ日本人向けでやっぱやってるの、はいはい、まあ、韓国のお土産さんもなんかね、チョコパイとかなんか、そう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 、韓国はそれがな、その中もうこの間なんか冬のソナタチョコレートとか、はいはいね、日本人向けでちゃんと、うんうん、韓国では買わないんですよ俺こと、あ、プレゼントしないし、はいはい、だからでもそれは僕にとっては、あ、でもやっぱり旅行行ってそのぐらいだから気持ちだけ伝えればいいんじゃないかと思うんですけど、うん、韓国人は違うんですよ、ちゃんプレゼントするのはちゃんとしたもの、まあ、大変っちゃ大変、そうだからもらう方はまあまあ、でもやっぱり逆にそうですね、プレゼントもらおうとまた今度行ったら、まあ、あっという間に返したくないから、そうそうそう、やっぱり、ね、お互い普段は客だんだんやらなくなっちゃうんですよ、うん、でそれより本当にちゃんとでとっても気持ちだけ伝えればいい、でもね、別にね、お菓子ぐらいでね、まあ、それは本当に文化の違いだからね、うん、だからそう、韓国に行った時はできればこれからは、はい、まあ、ちゃんとその、ね、韓国を勉強し、はい、できれば韓国語を喋れば、うん、もっといろんな韓国人が行けるお店とか行けるから、うん、そう、それで買えばいいと思います。それを次回教えてくれる、そう、次回はじゃあちょっとどこでお土産買うかとして話して、感じて、はい、話したいと思うんですね、はいはい、じゃあ今日の今日ちょっと発音、サンムル、サンムル、サンムル、お土産、サンムル、お土産、これお土産とはちょっと違う、プレゼント的な、はい、プレゼントはプレゼントを生んですけど、サンムルはプレゼントとお土産と真ん中これ、あ、まあこれそのですね、プレゼントに近いですね、プレゼントに近い、サンメル、サンメル、はい、じゃあここで今日はまた、じゃあ次回お願いします、よろしくお願いします、カムテンだ。